お疲れ様でした。今日の試合の振り返りをお願いします。今日はチーム全体で前半から前から行こうって言ってて、でその通りにみんなでたくさん走って前からで点取れて勝てたので良かったです。次の試合への意気込みをお願いします。次勝ったら決勝トーナメントに進出するので、次しっかり勝ち切っていい準備ができるように、明日オフなのでしっかり勝ち切れるようにしています。ありがとうございました。